市町長の宝うですこんな時代だからこそ町民一丸で元気で明るい町を作りましょう頑張ろう宝う市民町まあ笑っちゃいけないんだけども笑えるんだけれどもあれ緊張してるとこがなかなかいいなかなかいいで今までも何回かやってきたんだけど宝う市民町のソウルフードを一生懸命食べてる町長がいるだけでもっとおかしくないか もっと皆さんに喜んでいただけないだろうか。オムライスを町長が頬張る。都会の著名な洋食屋のオムライスではない。豊達清水町だけにしかないオムライス。それを町長が元気よくガバガバ食ってる。いいね。これだけでもね、もう、留守く、なんていうのかな、力強さを感じると思います。えーうん、そんななことともちょっと考えながら えー、いろいろ、えー、工夫をしてみてください町長さんになればこそ、えっと、ちょっとそのメッセージってあんまりあの外れたことが言いにくいっていうのはあると思うんですけれども、せっかくなんで、たった一個でもいいので、その宝達清水町の個性というか、この町ならではの何かを残す。 メッセージの工夫がこの中に織り込まれてると、あの、町長様を引っ張り出したっていうこの価値がさらに増幅されてですね、50本流れる CM の時に、すごくいい残り方してたんじゃないかなと。町長さんがあのシチュエーションでオムライス食べてたら、全然なんか残り方違ったとは思うんですよね。あの、そこまで砕けちゃだめなのかもしれないんだけど、町の個性、 という意味では、せっかく毎年推してたりしたあのすごくあのキービジュアルとして残るものを持ってらっしゃるんで町長、うん、さんオムライス食べててもよかったんじゃないかなとも思います。